この番組は肌専門家吉田千春がお届けする美容情報はもちろん、こだわりを持ったゲストトークから魅力的な情報など役立つ内容をワンパッケージにしてお届けいたします。今日は見てください。こういったね、体験型の番組を今日はしようかなと思って、先生に来ていただいております。で、今日来ていただく先生もまた数比ナンバー7番の先生なんですけども、やっぱり私の番組ってこだわりを持った方っていうのをゲストにお呼びしているので7番の方を引き寄せてしまうのかなとか思ったりとかするんですけども、また CM の後、いろいろお話を聞いていきたいと思います。では CM の方どうぞ。本日は大阪の方で、エステサロンであったりだとかスクールをされている、竹代時美先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では、今日来ていただいた時美さんなんですけども、もうどれぐらいかな、7年そんなに経たない、8年、はい、7、8年ぐらいかな、お付き合いでね、はい。一番最初のきっかけっていうのがエステティックサロン、違う、エステティック協会のボランティアでご一緒させていただいたのがご縁だったんですよね。はい、その時まだ20代でしたもんね。はい。ほら、20代だった。20代でした。ね、そう、と思って、そんなに若いのって言ったような記憶がすごい残ってるんですよね。言われました。なんかその記憶が、なんかお茶してた時に話したっていう記憶がすごい残ってるっていう感じですかね。はいはいはい、懐かしい。ねえ。で、エステサロンっていう形でね、一緒にサロンっていうので共通なところがあったりだとか、私がまたこういった細かいことをするのが大好きなので、月1回時美先生のところで、ポーセラーツであったり、今度から私カルトナージュを習わさせていただこうかなと思ってるんですけどもそういったこともしたりとかするんですけども、はい、その経歴とかもちょっと今日は時美さんに聞きたいなと思ってるんですけども、ちょっと自己紹介の方お願いしていいですか。はい、私は大手のエステサロンに5年勤務した後、2010年に心斎橋にて個人サロンをオープンさせていただきまして、で水素美容、吉田先生が作られている水素美容のメディティアを使ったフェイシャルエステですとか、あとハーブ導入フェイシャルをメインでさせていただいております。でエステに来られるお客様に、エステでお顔きれいになっていただくだけではなくって、できれば内面からも充実した生活を送っていただいたりとか、楽しい趣味とか持っていただいて、内側からも輝く女性になっていただけたらということで、エステサロンにプラスしてお稽古サロンもさせていただいておりまして、はい、サロンの風景がこれですね。はい、サロンの風景がこちらです。ね、可愛いものが好きなので、もうなんかこうラブリーな感じで、ピンクとかホワイトって感じですね。そうです、ピンクとホワイトを基調に明るい感じのサロンでさせていただいてます。はい。はい、でエステサロン以外のお稽古サロンとしましてはポーセラーツと言いまして、こんな感じでですね、箸置きとかですね、リボンの形をした箸置きを作ったりですとか、普段使う文房具、はい、セロテープカッター、こんなものもポーセラーツで作れたりするんですけど、かわいい、これかわいい、はい、うちのサロンも作っておきました。 ありがとうございますこういうものを作るのを教えさせていただいたり、はい、あとは、カルトナージュと言いまして、厚紙と布を組み立てて、はい、こちらも作らせて、こういったメジャーですね、こんなものも普段使う、日常使うちょっとしたものを可愛くデコレーションしたりですとか、自分好みのものを作るというのを教えさせていただいてたり、あとですね、ボディジュエリーという吉田先生もされてらっしゃるんですけれども、こんな感じでですね、お肌に優しい安心安全なのりを使って絵を描いていって、その上にキラキラのダイヤモンドダスト配合のグリッターで、をかけていって、こんな感じで可愛くお肌にアートをするというようなものも、教えさせていただいております。はい、はい、ね、やっぱり趣味が似てるっていうところがあってね、そうですね、はい、よくいろんなことをね、はい、やるとかっていう中でねやったりとかしてるんですけどね、はい、こういった文房具とかってね、
ちょっとお家だったりだとか、うん、サロンされてる方だったりだとか、普通 の事務的なものを送りちょっと女子力が上がりますよね、うん、そうです ね、テンションが上がったりとかもするのでね、はいはい、こういったのも自分の手作りで作れるっていうのが、はい、めっちゃいいですよ ね、 いいですよね、うん、自分好みで作れるので、うん、はい、自分の好きなものに囲まれて生活が、ね、できるようになりますの で、でエステに来られてるお客様も、はい、こういったセミナーとかスクールとかも受けられて、はい、そうですね、趣味がまた幅が広がっていってるって感じなんですよね、はい、ね、いいですよね、はい、ね楽しそう、はい、ね、でしかも経歴を聞いてたのが、はい、大手サロンに、ね、はい、長年勤務されてたっていうのもあるので、はい、お肌のこともきっちり見ていただけるので、はい、今はお顔専門ですね、はいはい、お顔専門でさせていただいております、うん、はい、でハーブであったりだとか、はい、うちの水素であったりだとかね、はい、そういったものを使われて、はい、水素大人気です。あ、嬉しい嬉しい、ね、でまたあの水素を使っていただいて、ハーブとかされてるサロンさんなんかでも相性がすごくいいって皆さん、うん、はい、そうですね、ね、言っていただいててね、はい、どうしてもあのハーブすると一回剥離さすような感じになるので、はい、そこの修復っていう意味で刺激のないものっていうのでね、はい、選んでいただいてる方もたくさん多かったりするんですよね、はい、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で今日は、せっかく来ていただいたので、あの皆さんにポーセラーツ合ってますか？ポーセラーツ、はい、合ってます、はい、いつもポーセラーツか何やったっけ、よくね、カタカナがポーラ製とか間違えられたりするんですけど、そう、いつもブログとかフェイスブック書くときにいつも、はい、止まるんですよね。ポーセラーツを実際ここのバーで作りながら、どんな感じのものの体験を皆さんにしていただけるのかっていうのを見ていただけたらなと思って、では実際やっていきたいと思います。はい、ではお願いします。お願いします。で今日持ってきていただいたその大きなファイル、はい、これ何ですか？はい、こちらですね、うん、はい、こちらなんですけれども、ポーセラーツに使う転写紙が入っておりまして、はい、で今日はもうごく一部しか持ってきてないんですけれども、はい、こんな感じでですね、失礼します、うんうんうん、シール状になったようなものですね、はい、水に濡れるとシール状になるようなものを使っていって、あのこういう真っ白い器とかにアートをしていくようなものになるんですけれども、うん、サロンには300種類ぐらいあるんですけど、今日はちょっと重かったので、重かったのガラとか、はい、全部は持ってくれないですね、はい、全部は持ってくれなくてごく一部になりますが、こういったものを使って作っていきたいと思います。そのこの大きいファイルも、はいはい、作られたんですよね。そうです、こちらはカルトナージュで厚紙組み立てて、うん、A3 ファイルで可愛いものって市販では本当にないので、もう自分で作っちゃえということで作りまして、かわいい、こんな感じでもう世界に一つのオリジナルファイルも作れます。世界に一つ、しかもオリジナル、はい、オリジナルで全く自分好みで作れますので、はい、すごいですね。でも、はい、なかなか普通に A3 ファイル必要な人って、そう、あまりポセラーツをしてる方は必要になるんですけど、そうなんです。でも A3 だけじゃなくて A4 も作れるので、そっかそっか、普通のファイルとかもね、はい、普通のファイルも作れます。あ、今度それしよう。はい、ぜひ、はいあとこれも写真用の、はい、そうです、ね、フォトアルバムも、はい、ね、それも、はい、カルトナージュ、カルトナージュで作れますので、ね、こんな可愛いアルバムなかなか売ってないので、うんうんうん、でまたこの生地がいいですよね。そうなんです、カルトナージュで使う生地はもうだいぶ上質なものを使ってますので、うんうんうん、はい、ね、中もまたこんな綺麗な布貼って、はい、すごいおしゃれ、はい、でまた中に開けたらパンが乗ってました。パン、はい、パン作りもたまに教えてますね。お菓子とか和菓子もされてますね、はい、そうです、和菓子も、はい、ね、もう本当に多彩でいろんなことをされたりだとかしてるんですけどね。さあ、そしたら早速、はい、早速今日は体験レッスンに、はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、はい、まずは今日はマグカップですね、はいはい、そうですね、本日はあのポーセラーツの体験レッスンでも大人気のマグカップですね、作らせていただきたいと思います。はい、はい、はい、今日はちょっとお時間の関係でもう停車紙はカットしてきましたので、はい、はい、じゃあこちら吉田先生のものですね。はい、はい、私のカラーブルー、はい、で私は大好きなピンクで作っていきたいと思います。はい、はい、ではまずポセラーツなんですけれども、うん、陶器にですね、はい、あの絵付けをしていくというものになってまして、うんうん、まあ、白い陶器ですとかあとガラスとかにもできるようなものになってます、ね、透明のガラスとかもね、はいはい、透明のガラスとかでもできます。可愛いね、はい、ね、はい、うん、でこれをもう自分の好きなようにデコレーションしていくんですけれども、はい、まず先ほどあのこちらですね、あのお見せした転写紙ですね、こういった転写紙を貼りたい大きさにカットします。
はい、でカットしたものを水に濡らします。水に濡らしていきます。はい、これぐちゅっと曲げてもいいですね。はい、曲げても大丈夫です。はい、はい、そうですね、ピンセット、はい、私いつもピンセット使うの手でやっちゃうんですよね。いつもお道具をどうぞ。はい、ありがとうございます。で水に濡らすとシートがですね、シール状に剥がれてくるんですけれども、はい、少しちょっと時間がかかりますので、はい、こんな感じでつけます。はい、結構ポセラーツは、うん、自分自身で使うためとか楽しむためだけじゃなくって、プレゼントにしてもすっごく喜ばれるんですけど、お名前とかイニシャルとかもこういう感じで入れれたり、うんうんうん、しますので、うん、はい、こういうので作ってあげると、結婚祝いですとか、うんうん、出産祝いですとか、あとお誕生日プレゼントですとか、そう、ね、はい、そういうのですごく需要がありまして、ね、はい、プレゼントを作りに来られる方が多いです。やっぱりそういうオリジナリティなものが欲しいな、はい、欲しい人が多いですもんね。はい、そうですね。で市販の食器だったりとか雑貨も、はい、あ、可愛いんやけど、うん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 、ちょっとここ一箇所微妙に違うみたいな、ちょっと残念言ったりするものも、ポセラーツだったらもう完全に 100% 自分好みにできるので、はい、私なんかもうサロンに置いてるこだわりのこういった陶器とかのね、はい、お客様にお出しするコップとかも、はい、メディティアカラーで統一して、ね、全部統一されて、ね、どんどん増えていってます。はい10回チケット購入したら1回単価ってコースいくらでした？はいはい、あ、そうですね、10回チケット購入していただくと、レッスンは入会していただいた方はワンレッスン3240円になるんですけど、10回チケット購入していただくとワンレッスンが3240円でお得にしていただけまして、でチケットじゃない方とかは通常レッスンがですね、4320円になってしまうので、チケットの方が、はい、1回ずつでも大丈夫ですし、チケットの方が少しお得にはなっております。はい、もういいお粗末ですか？はい、もうそうですね、こんな感じでですね、シートからこう剥がれてきますので、剥がれてくると貼るタイミングになります。はい、はい、大丈夫ですか？はい、はい、はい、こんな白いのが取れて、はい、こんな感じ、はい、透明のフィルム状のような感じになりますので、それを貼りたい場所にくっつけていきます。はい、ね、ちょっと見えますかね。こんな感じでくる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 っと巻きつけていきます。でただ巻くだけじゃなくって、こちらですね、水分含んでますし空気も入ってるので、それを優しく押し出していきます。その時に専用のお道具を使っていきます。使わないといけないの、ね、に私は手でやってしまう。そうそう、もう石田先生いつも手でペペペやってる。ね、でもそれでも早くてお上手なのでもう器用なんだと思うんですけど、通常はお道具を使ってください。私マグカップ初めて作りました。あ、本当ですか？うん、そうですね、結構上級者向けなものばっかり最初から作っていただいてたので、マグカップは本当に初心者の方でも簡単にできるので、初めての方とかには特におすすめな作品になってます。そう、お道具を使って、はい、お道具を使います。道具使うの難しい。え、本当ですか？お道具使った方が早く綺麗にできるはずなんですけど。もう石田先生手で慣れてらっしゃるので、なんかあんまり一面で貼ることがないですもんね。そうです ね、確かに。なんか、ね、はちょこちょこちっちゃく切って柄をつけていったりすることもできるんですよね。はい、ポセラーツしてるとこう、ね、無言でね無心になってやってしまうんですけど、ただのレッスンはただのレッスンでは少人数制なので、だいたいまあマンツーマンか多くても3人までにはなってるんですけれども、まあ和気あいあいと楽しくお話ししながらレッスンさせていただいております。でまたレッスンが終わった後にときみさんのいつも手作りのチョコレートをね、あ、はい、手作りの、はい、はい、
あれ、あのきな粉の入ったチョコレート。ああ、そうですそうです、うんうん、ホワイトきな粉チョコ、はい、めちゃくちゃ美味しいです。自分で作っといて美味しいっていうのもなで、また、はい、その時に出していただくお茶のカップとかも、はい、全部手作りで、ね、はい、ちっちゃいあの、はい、可愛らしいものでね、はい、サロンは極力手作りにこだわってますので、うんうん、大体もうキャッシュトレーだったりとかも手作りですし、お茶をお出しする器も手作りですし、うんうん、はい、もう手作りだらけですね。はい、はあ、なんか大丈夫ですか結局手でやってしまうもうやりやすい方で大丈夫です持ってるけども手でやる、はいはい、そんな感じでですね、ストライプ一面に貼らせていただいてるんですけど、うんうんうん、これだけだとちょっと寂しいので、うん、この上に私の大好きなリボンをぐるっとつけていきたいと思います。ときみさんカラーやね。はい、はいはい、吉田先生いけましたか。はい、お願いします、はい、大体皆さん、はい、あの途中難しいところとか、うん、結構ねややこしいところは、はい先生お願いしますって言われるのでもう慣れてます。そうなんです、もうときみさん最後ここからお願いって渡しちゃうんですよね最後ちょっとはみ出たところはこちら専用のナイフを使ってカットしていきます、はい。またほんわかしてる先生なんでね、あのサロン行っていただいてもほのぼのとした感じでレッスン受けていただけるのですごい楽しいと思います。はい、 OK ですね、はい、そしたらこの空いてる部分ちょっと寂しいので、はいはい、吉田先生カラーのちょっと、はい、濃いんですけれどもブルーをまたお水につけて貼っていきたいと思います。さっきつけとけばよかったそうつけてちょっと待つ時間がね、はい、そうやってる間に私が差し付けておいたリボンが、はい、かわいい、はい、来ましたのでこれを貼っていきます、くるっと、はい、ちょっと細かいのでちょっと映ってるか心配ですが、ね、本当に柄から色からもう本当にいろんな種類があって、はい、あのね選ぶ、はい、まずその転写紙を選ぶのにめちゃめちゃ時間かかる方もいるんですよね。そうなんです、そうなんです、あの吉田先生はすごく早いんですけど悩まれる方は2時間のレッスンで1時間悩まれてたりとかされるんでもうそういう時は一緒に相談に乗りながら、はい、うんうんうん、もうデザインも決めさせていただいて、はい、で食器とかも持ち込み OK なんですよね。はい、持ち込み OK です、うん、入会していただいた生徒様に関しましてはもう白磁とかガラスの器も持ち込み OK になっておりますので、うん、白磁って何ですか。お好きなもの、あ、白磁はこれです、はい、白い、白い、はいはい、陶器ですね、はい、あの陶器じゃないと作れないんですよね。そうなんです、そうなんです、あの磁器と陶器はいけるんですけど、うんうん、はい、一回ね、はい事件がありましたね一回そう、何でしたっけ、某、某なんちゃらで某大手のパン会社の、はい、プレゼントでもらえる白い食器、はい、白い食器、あれを私が持ってきてやりたいってそこにやったんですよね。はい、そうです。で、あれは白磁じゃなくってガラスなんですけど、私も、白い食器、うん、持ってきましたみたいな感じで、白磁持ってきましたみたいな感じで思い込んでしまって、うんうん、蓋を開けてみたらガラスだったので、これ作った後800度で焼くんですけれども、ガラスを焼くときはちょっと温度を下げて、600度ぐらいで焼くんですね、うんうん、なのでガラスなのに白磁の温度で焼いてしまって、で、あの専用の釜を開けましたらもうガラスがデローンって溶けてえらいことになって、そうそうなんです、釜を修理するという、ね、ことになったので、いやもう私の確認不足だったんですけどそう、もう釜をねちょっとダメにしちゃったんです。はい、ね、そんなこともありましたね、ありましたね、懐かしい思い出です。本当に、はい、さあ、そしたら私ブルーのシート、はい、ブルーいけましたね、はい、はい、そしたらブルー貼っていって、あのマグカップ一面に同じ柄をぐるっとつけていただいてもいいんですけれども、こういった感じでボーダーとリボンとか、あの夏風のですね、うんうん、シェルですね、貝殻とかチェーン柄、こちらにブルーを合わせるっていうだけでちょっとあのアクセントができまして、ね、はい、うん、可愛くなりますので、またあのときみさんとこのサロンにある転写紙がすごいお上品で、あの可愛らしいシリーズがね、はい、すごい多いんですよ、はい、ネットとかで見てるといろんな転写紙売ってるんですけども、
あのこういうちょっとおしゃれ感の、はい、ね、あ、大きいリボン貼りました、はい、こっそりも大きいの貼ってました、はい、こっそりもう完成な感じになので、あのこういうおしゃれなとこのデザインから、あとお子様向けのね、はい、かわいらしいベビちゃん用のやつがあったりだとか、はいはい、そういった転写紙もあったりだとかね、はい、転写紙の種類は本当にたくさんあるので、うん、一応あの、ま、私は好みじゃないんですけれども、かっこいい系のかわいいのが好きなので、はい、かっこいい系の転写紙もいろんなお客様に対応できるようにご用意してますので、はいなかなかときみさん自身が使わへんか、なかなか減らない、そうなんで減らないんですそういう好みの、ね、方もいらっしゃるので、はい、そういう方用にもね、はいはい、どんな方にも対応できるようにたくさんの種類、うん、300種類ご用意させていただいております。で、はい、こういった食器を持ってきて、はい、でレッスン受けた時は、はい、授業料と、はい、レッスン料と、あと使った転写紙ですね、うん、転写紙もあのだいたい1枚買い取りっていうサロンさんも結構あるんですけれども、使わない分買い取りしてもね、うんうん、生徒さんもかわいそうですし、はい、もう使った分だけでお費用が発生する感じになってますので、ね、うん、あと焼く時にですね、焼成費って言いまして、うん、その焼成費と材料費として、まあ、あの数百円から、まあ、大体多くても、まあ、1000円2000円ぐらいまで、うんうん、はい、にはなるんですけれども、 そちら頂戴いたしております、うん、私もあのいつもチケットを買わせていただくので、10回チケットとでレッスン受けに行ったら食器を持ち込みで、転写紙と焼き台で300円とか500円とかありましたよね、はい、もうチケット代お先にねいただいてるので、もうなんか申し訳ない気持ちになるね、そういった、はい、あの気軽な感じでもレッスン受けていただけるっていうのもすごいいいところですよね、うん、はい、そうですね、結構まあお稽古って私習い事が好きであちこち行くんですけれども、うんうん、レッスン料とかその材料費とかって結構高かったりするんですね。で毎回の出費が本当にね1万円とかってなったりとかするの で、ね、もっと気軽に来ていただけるようにっていう感じで、本当に使った分だけ、うんうんうん、もう最低限っていう感じでさせていただいております。完成ですか？いや、はい、ここお願いします。はい、はい、でこちらちょっと余ったところですね、はい、余分な分はカッターで切りますね、はい、もうあっという間に本当に完成するんですけれども、ね、多分10分ぐらいかかってないですね。そうですね、はい、でこちらなんですけれども、一旦乾かしまして、でお家でですね私が焼かせていただいて、うん、まあ、後日お渡しっていう感じになるので、まあ、最短でだいたい2日ぐらい2日後にお渡しというような感じでさせていただいておりますが、うん、はい、どうぞ。郵送も、OK、郵送もはいできます、ね、こんな感じで、はい、いい夏っぽい可愛いマグカップとこちらですね、ストライプとリボンでラブリーな感じで、はい、あっという間に出来上がりました。出来上がりました。はい。はい、でこういった、はい、今日はこれはポーセラーツ。はい、ポーセラーツになります。はい、ね。で、はい、他にその時のレッスンで、はい、この1個だけ作るんじゃなくて、はい、もう 2,3 個持って行ったりだとか、はい、2時間の間であれば、はい、何個でもお作りいただけるので、吉田先生は本当に作業が早いので、1回のレッスンで4つとか作られたりとか ね、できるんですよね。はい。はいはい、では、CM の後またお話しさせていただきます。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金、年会費は無料。さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。はい、楽しかったですね。はい。では、ときみさんとこのサロンの検索キーワードっていうのは何で検索したら出てきますか？はい、心斎橋ポーセラーツブランシュネージュで、ブランシュネージュ、はいはい、検索していただきますと、はいはい、出てきますね、はい、で今回この番組でキャンペーンをご用意していただいてますので、はい、そのキャンペーンの内容は、はい、キャンペーンはフェイシャル、ポーセラーツ、うん、カルトナージュ、ボディジュエリー全メニューですね、うん、10% オフで、すごい、はい、アスクフォークオリティを見たと言っていただきますと 10% オフにさせていただきます。はい、では検索の方をしていただいて、皆さん 10% オフになりますので、お問い合わせしてみてください。ではこの後は近藤よしみさんのコーナーになります。ではこちらの方どうぞ。皆様こんにちは、ナースよしみの体の秘密綺麗の秘訣の近藤よしみです。第17回目は
13回目の施術についてお話しさせていただきます。13回目は120日目となります。実はこの日の翌日、結婚式を挙げました。私は2015年の3月に入籍をしたのですが、その時はお肌はひどい状態でした。式を挙げることは考えられませんでした。綺麗になるまでと先延ばしにしていました。でも千春さんに出会って、施術をしていただいて、お肌が安定してきているのを見て、旦那さんが結婚式を挙げようって言ってくれました。3ヶ月前までは諦めていたんですが、こうして綺麗にしてくださって、結婚式を挙げるという夢が叶いました。本当に嬉しく思っていますし、今でも心から感謝しています。でもその段取りや寝不足などが重なり、前回の施術をしていた時より赤みが増えていました。こめかみや口周りにもポツポツとできてしまっていて、ストレス、自律神経、ホルモンバランスの乱れがすぐにお肌に出てしまっていました。お肌って本当に正直ですね。しかもお肌を触っているだけで原因をズバリ言い当ててしまう千春さんを本当に尊敬します。エステティシャン歴19年の経験と実績は本物です。翌日には結婚式ということで、いつも以上に念入りに施術をしてくださって、当日はみんなから綺麗ねって言っていただけました。そして旦那さんも本当に綺麗だよと言ってもらって、本当に嬉しくて幸せな一日となりました。ではまた来週。はい、今日は、体験レッスンっていうのをさせていただいたりだとか、いろいろお話を聞かせていただきました。で、今回近藤よしみさんのお肌も、またどんどん変化が出てきている状態になりますので、また来週もご覧ください。皆様の上質のお時間へとお役立ていただきますよう、また来週もお会いいたしましょう。ありがとうございました。